皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。テーマは学習動画映像授業です。ウェブ上に学習動画映像授業はいっぱいあります。有料のもの、無料のもの、いろいろです。映像授業のいいところは短い時間で学習できる、それからコンパクトにまとまっているので理解しやすい、それからわからなかったら何度も見直すことができる、こういうところが長所なんですけれど、逆にわかりやすいからもう見ただけで自分が問題を解けるようになっちゃったって勘違いさせてしまう、こう欠点もあるんですよね。つまり学習動画を見ただけ、それだけの勉強ではなかなかテストの点は上がらないということです。テストというのは回答用紙に正しい答えを書かなくちゃいけないんですよね。つまりアウトプットの練習、これをしないでテストの点数を上げるのは難しい、ね、じゃあどうしたらいいか。映像授業、学習動画っていうのは問題の解き方とか重要な点、注意すべきところを細かく、ね、説明してくれています。分かりやすさという点においてはとてもいい教材だと言えるんです。ですから映像授業とアウトプットの練習、これを組み合わせればかなりテストの点が上がるかも、こういうことが言えるんですね。ですから学習動画で勉強している人、映像授業で勉強している人はぜひ動画を見たら教科書や問題集、学校のプリント、参考書などを使って問題を解く、こういう練習をしてみてください。実際に問題を解くところで動画の中ではあまり理解ができなかった、理解が不足していたって部分に気づいて正しい解き方、これが身についていきます。でも教科書とか問題集じゃ面倒くさいという人は動画の中で解き方を説明している部分、ここを自分でも説明できるようにする、そういう練習をするといいと思います。今日は学習動画映像授業についてお話しました。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。